はい、ありがとうございました。はい、続きましては昨年亡くなられた、まだいいですよね、死ぬんでもね、谷村新司さん、を忍びまして、いい日旅立ちをお送りしたいと思います。
ありがとうございました。はい、続いて最後の曲となります。長い間、お聴きいただきまして誠にありがとうございます。最後の曲はハイソサイティで、お別れしたいと思います。ちょっとねここで私が喋らないとメンバーは疲れてしまってですね、あれなんでちょっと余計な無駄話をさせていただきますけれども、ハイソサイティっていうのはですね、難しく言うとマルチストレイン形式の旋律でですね、元は1901年4月にポーター・スティールが作曲して、した曲でございます。それで途中でですねこの行進曲が、ね、トラディショナルなジャズのスタンダードになった。でなんかめんどくさいマルチストレインって言いますけども、だいたいこうジャズの曲っていうのは流れが一つあります。フレーズが一つあってそれが延々と続いていくっていうのがだいたいジャズでございます。でこのハイソサイティっていうのはマルチストレインっていうのは複数の、ね、旋律があって、それがいろいろいろなところに出てきて、それであの変化が楽しめるという曲でございます。それでは最後ハイソサイティで、お別れしたいと思います。クラリネット秋山学ぶ、ソプラノサックス どうもありがとうございました。